どうもありがとう。まず、今日は本当にここ日本武道館にみんな来てくれてどうもありがとう。すげえここから見る景色が素敵すぎて、多分スパイの中でも一番武道館武道館って言葉に出して進んできたと思うんですけども、なんか武道館ってこういうとこなんだって今本当に実感してます。すげえいいとこです。どうもありがとう。この武道館っていう場所を1年間目標に掲げて走ってきた俺らスパイなんですけども、進んでくる中でやっぱりでっかい壁にぶち当たり、なかなかうまくいかなかったり、苦しいなって思うことが結構ありました。だけどなんか帳消しかもね、今ここでこうやってみんなとこうなんか本当はこんな風だとは思わなかったです。俺ここに立っても何にも思わないと思ったし、全然何も感じないと思ってた。そんぐらいなんかよく分かんなくなってました。だけどここですげえ心がなんか熱くなってるし、でもなんかあったかくてなんか穏やかなんですよね。すげえこの場所で歌えてる今自分、そしてスパイっていうバンドがなんか誇らしく感じてます。まあここからもまだ諦めるのは早いし、自分らのやりたいことをやりたい道見つけて、まっすぐかどうかわかんないけど俺なりに考えてこれからも進んでいこうと思います。もっともっとやっぱりいろんな人に自分たちの作り出した自分の歌ってる曲とか聴いてほしいなって思う、自分たちの作品を。だからこれからも諦めず気づいてほしいから手を挙げていこうと思います。俺らここにいるよってずっと俺歌い続けるから、これからもよろしくな。みんなにも絶対なんか今やりたいことがあったり進みたい道があったら、自分の存在が分からなくなった人とき本当に俺らいるし一人じゃないってことを忘れないでほしい。今ここで一つになって思いっきり音楽やってまた明日頑張ろうよ。本当にこれからもよろしくな。じゃあラスト思いっきり叫んで一つになってこう、みんな手挙げてくれ。上がったか、みんなの手本当に借りるぜ。みんな思いっきり歌ってくれよ。Raise your hands!「どこだって」
さらに風の行く先に流れてもきっといつかのさ自分だけに咲く花